ギルマンは、大アマゾンのハン人、半魚人ハンの逆襲、ハン人柄の中を行くに登場する、ハン人。スーツアクターは、ベン・チャップマン、トム・ヘネシー、ドン・メゴワンが担当し、水中のシーンは全作品で、リコー・ブラウニングが担当した。登場作品数は少ないものの、ドラキュラ、狼男、フランケンシュタインの怪物、カーリスに並ぶ。 ユニバーサルモンスターズの看板モンスターとして知られており、後年のモンスター映画にもたびたび仮名を出演している。ギルマンのスーツを着たリコーブラウニング1941年、プロデューサーのウィリアム・アランドが市民記念の撮影中のパーティーの席で、撮影監督、ガブリエル・フィグエロアからアマゾン側に伝わる反魚人の怪物の伝説の話を聞かされる。フィグエロアは、 伝説を確かめにアマゾンに向かった友人の話を聞かせ、半魚人伝説のドキュメンタリーを撮影した。彼の話を聞いたアランドは10年後に雑誌モンスターという脚本を書き上げた。半魚人のデザインは様々な案が検討され、アランドは人間が水星発達した姿をイメージし、悲しく美しいモンスターと表現している。 当初は、エラがなくうなぎのように滑らかで、女性的な姿だった。決定されたデザインは、ウォルト・ディズニー・カンパニーのイラストレーター経験者のミリセント・パトリックがデザインしたが、彼女の功績は、メイクアップアーティストとしてクレジットされたバド・ウェストモアの、影に隠れてしまい、半世紀の間正当な評価を得られなかった。ギルマンのスーツは、 機密性の高いスポンジゴム製で15000万5千ドルの費用をかけて作られた。撮影はフロリダ州北部のワクラスプリングス州立公園で行われ、一部のシーンはジャクソンビルのアコスタ橋付近で撮影された。水中のシーンではゴムホースから空気をスーツに送り撮影した。半魚人の逆襲のギルマンギルマンは完全な両生類で水中と陸上の両方で呼吸ができ、 血液の35%は核が内白血球で構成されている。超人的な腕力を持ち、鋭い爪のある大きな水かきのある手をしている。また、臨場の皮膚は硬く、治癒因子と組み合わさることで銃撃を受けても生き延びることができる。この他に、第三作では肺が存在することが描写されている。ギルマンはロテノンに弱いほか、 暗い水中で生息しているため光を浴びると、じめを引き起こす。カールドレッドストーンによるノベライズ版では、私有動体で、高温動物、変温動物の性質と長いを持つ、体重30トンの巨人と設定されている。また、ポール・ギ・フィリッポの小説、タイムズ・ブラック・ラグーンでは、ギルマンの先祖は、デボン期に地球に降り立った、地球外生命体となっている。 この種族はテレパシーを使い意師の疎通を行っていたが、薬病にかかり退化した挙句に全滅してしまい、その唯一の生き残りがギルマンとなっている。大アマゾンの半魚人のギルマンとジュリー・アダムスで本旗に繁栄した両生類の生き残りであるギルマンは、アマゾン熱帯雨林の奥地にある人類未踏のラグーンで暮らしており、現地人からは半魚人として伝説が語り継がれていた。 ギルマンの化石が発見されたことにより、海洋生物学研究所から調査団がアマゾンに派遣される。ギルマンは調査団に捕獲されそうになり抵抗し、調査船を入江に封じ込める。所長のウィリアムスが殺され、ギルマンは女性書院の刑に興味を抱き、彼女を連れ去ろうとするが、マイアに撃たれ入江に沈んでいく。前作から1年後、ギルマンが生存していることが判明し、 再び、アメリカから調査団がアマゾンに派遣される。水中に仕掛けられた爆薬で気絶したギルマンは捕獲され、フロリダ州のオーシャンハーバー海洋水族館で研究される。ギルマンは水族館側の糸により見せ物にされるが、隙をついて水族館から脱走する。ギルマンは女性研究者のヘレンに興味を抱き、恋人クリートの目の前で彼女を誘拐して海に逃亡する。 クリートと警察に追い詰められたギルマンは警察の銃撃により死亡する。フロリダ州の川で生きながらいていたギルマンはバートン博士のチームに発見され火炙りにされる。火炙りにされた結果、ギルマンの体から鱗やエラが剥げ落ちてしまい、バートンたちは蘇生させるために月下手術を行う。その際、X 線検査でギルマンの体内に肺があることが判明し、バートンは 気管切開手術を施して、蘇生に成功する。ギルマンはスーツを着せられ、カリフォルニア州に移送され、電気柵の中に閉じ込められる。バートンは、妻、マルシアの浮気を疑い、その相手だと信じ込んだジェドを殺害して、ギルマンに罪を着せようとするが、ギルマンはバートンを殺して、海に逃げる。ギルマンは、マッド・モンスター・パーティー、ザ・コルゲート・コメディ・アワー、マンスターズなどの映画や、 テレビドラマにたびたび仮名を出演している。ドラキュリアンでは、主要モンスターとして登場し、ドラキュラ・フランケンシュタインの怪物、ミイラ男、狼男と共に世界を支配できる力を宿す、魔法の筆を手に入れるため暗躍する。映画に登場させるに際して、ライセンスの問題からスタン・ウィンストンによって、オリジナルデザインをもとに新しくデザインし直されている。ウィンストンと共に、 ギルマンのデザインを担当したトム・ウッドラフ・ジュニアは後にエイリアン3以降のエイリアンシリーズで活躍することになる。2007年3月、プロデューサーのゲイリー・イロスは大アマゾンの半魚人のリメイク計画を発表し、ギルマンの起源について熱帯雨林が利益のために利用されていると語り、アマゾンの製薬会社による環境汚染が原因で発生した存在に再定義した。 しかし、2009年に監督に起用されていたブレック・アイスナーが制作の中止を発表した。歴代モンスター映画をリブートしたダークユニバースの企画の中でギルマンが登場するオーアマゾンのハンギョジンもリブートすることが検討されている。シリーズ第一作となるザマミー、呪われた砂漠の王女では秘密機関プロディジウムの研究施設内にハンギョジンの手の標本があり、 ギルマンの存在を示唆している。ユニバーサル・スタジオ・ハリウッドには、大アマゾンの反魚人をテーマにした、アトラクション、クリーチャーフロムザブラックラグーンザムシカルが存在した。このアトラクションは2009年7月1日から、設置され、2010年3月9日に閉鎖となった。ありがとうございます。